というわけでストーリーで使わせていただく割れた、ね、はい、ガラス細工を、はい、っていうわけなんですけど、はい、今はちょっとそれを割るところを見られてるわけでなかなか見れないですからね、きっとどうやって割るんでしょうね分からないです。どうやって割ると思いますか。拳で。拳は強い今回割るガラス細工こちらこちらでございます。こんなにいい出来のものを割っていいのかっていう、あのライターかっこいいんですよねおお、すごい隕石みたい。すごい。ブクブクしてる。お前割れた。割れてる。あー、お前や。しかもビー玉をなんかめっちゃ温めて冷やしたらバキバキってなるみたいな、その感じのあれですか。うん、あんだけ熱することなかなかないですもんね、うん、割れてる。まあ、もう注意事項で変えとかないとね、ちょっとそっちと割れませんって、うん、確かに本当に割れないもんね。甘いね。もっとバチバチ割れるかな。全然全然割れた。すげえ。おー、あ、バキバキ。すごい。おー、すごい、すごい。ここまでしないと割れないっていうね、素晴らしい、とてもない頑丈です。ブラックオパール、ブルーのパール、ホワイトかな。ホワイトにしましょう。ホワイトでお願いします。お願いします。前回ちょっとポイント張るかな。この辺ぐらいまでのところでちょっと印つけます。はい、あ、やりましたね。そうなんです。全然覚えてなかったです。そうですよね、まあ、それですよね。っていう感じです。ねじるとこだけ心配ですね。逆にねじらない。結構こっちにね。前はそっちやってね。次は向きがしっかり決まらない。ああ、確かに。そうです。ちょっと難易度が。難易度がね。やっぱり2回目ですから難易度上げていく。そうですね。はい。せやね。じゃあ、はい。どうぞ。はい。OK。びっくりしてしまった。今曲げたせいでどの向きが四角かわからなくなっちゃった。そう、わかる。そうよね。足の方から。どうですか。いいです。いい感じ、いい感じ、いい感じです。よし、よし、じゃあ次に行きましょうか。はい、ここなんだろうって、こういったらちょっと出してくっと、で、ここに、あ、この音ちょっと出して、つまんで、あ、そう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 、上手。もう一息取ります。これは好きなやろ。これめっちゃ楽しい。バッチリ、OK。 これを切って、こうくっつけてねじります。次、なるほど、こっち回しね、このこっちで、前回失敗したからね。で、ちょっと出して、こっちを私が回してくださいって言ったら、こっちに奥に、はい、で、ここから、あ、右をちょっとずつ回してください。ちゃんとねじれてる、すごい。セットでちょっと取ります、ね、この先。あ、先取りますか。一回ではそんなで、はい、で、じゃあピンセットを置いてもらって、で、先からこう丸めていきます。はい、すごい、後ろのラインがあった方が綺麗、うん、なんかある方が綺麗なような気も。職人みたいなこと言ってますよね。いやいや、全然全然。じゃあこの薄いのが入ってる、入ってる方に、はい、あ、でもいい感じですね。これを正面しましょう。はい、この真裏に、真裏、真裏にポンとつけます。こいつこうつけるってこと。そう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 、ちっさい。よし、で、次はここの
チョボを取ります。これですか？うん、今回めっちゃ取りますね。結構取ります。サイズがちっちゃいから。そういうこと。よし、じゃあ次オパールいきます。あー、次よし、このままいきましょう。このまま、はい、そのまま、どの方ともこのままの位置でいきますよ。押してください。はい。で、次、こっちを離します。できるだけそのくぼみらへんをちょっと当てて、立てる。なるほど。この状態から。まあ、うまくいくと思う。横にずれてるね。これが真ん中に。不思議だ。ね。自由作業がちょっとキラキラしたね。あ、出た、うん、キラキラ。まずじゃあこれあげてもらって、ちょっとちょっとくっつけます。くっつけます、ちょっとちょっとくっつけます。で、それを温めていきます。で、なじませて、このこっちの縫ったところの上らへんぐらい上、うん、かぶせて、ふーっとちょっと、して、OK。 やりたい？やりたいやろ？見ててめっちゃ面白い。楽しそうやろ？楽しそう。楽しい。やっぱ前回も難しい？難しい。あんまり理解せずにやってる。追いつかへんね。馴染んできましたよ。すごいです。こうやってみて、黒いとか赤い円の真ん中に、はい、真ん中に、うん、真ん中目指してグッと使って、うん、確かに。で、あ、いい感じですね。めっちゃいい。なんか見てください。オレンジ、赤いですね。よし、じゃあ、はい、ちょっと座ってもらっていいですか。はい、最後の仕上げ、カンやってもらおう。あ、カン、はい、いきます。オッケー。で、そこちょっと炙ってもらいます。オッケー、バチ、よし、完成です。うわすごいすごい、お疲れ様です。ありがとうございました。すごい、集中を使いませんディ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 、あれ、もう一個したか。じゃじゃーん、わー、おー、かっこいい、ね、ちょっとダークな感じで、すごいね、かっこいい。わ、やっぱこの後ろの線めっちゃいい感じだった。うん、じゃじゃーん、おー、後ろのこのラインがいいですね、このシュ、うんうんうん、雲の濃さが男らしいね、こうかっこいい。なんか完成しました。完成しました。今回はいい出来じゃないですか。今回は面玉じゃないですよ、今回は。ちょっと気にしてたりする。僕の見るたびに面玉、面玉。いいや、面玉でと思いました。ゆうかさん、すごいいい出来じゃないですか。本当に、うん、気合い入ってますね。鬼滅っぽい。こんな風に見えるんだ、これがブレスレットになるので。はい、これがこれに、ね、本当こっちがつけはる、こっちやね、はい、つけます。やった、あ、びっくりした私も。 S と M の間や、 S と M の間、 M の間、 SS、 S と SS の間、 SS の間、うん、ぴったり、すごい、めっちゃぴったりです、めっちゃぴったりです、すごい、めっちゃぴったりめっちゃぴったり、すごい、完成しました。完成しました。そう、腕にぴったりに押してくれましたね、はい。この動きも完璧やな。完璧。この雲の模様もね、完璧です。完璧ですね。かわいい。何点ですか？かわいい点あげる。かわいい点、ありがとうございます。ありがとうございます。エカさん、何点ですか？100点。早くない？100点。
というわけで本日はありがとうございました。ありがとうございました。本当にもうね、2度もね、あの体験させていただいて、はい、手取り手取り、まあ手しかないので、ね、手取り教えていただいて、ね、本当に素敵な作品が作れました、はい、ありがとうございます。本当にありがとうございました、はい、というわけで皆さんね、はい、興味のある方はですね、はい、実際こう体験もできるんですけど、ネットの方でも、ね、販売してますので、はい、というわけでネットの方からの購入できますので、概要欄に URL 載せてますので、ぜひじゃあチェックしてください。してください。はい。というわけで、この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録してね。SNS もやってるよ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アブアグッデイ。バイバーイ。バイバーイ。